おなら連盟の跳躍。おなら連盟の跳躍。どうも、獣医最人ホームセンターゾーリンガオです。国際的に、おなら連盟という、組織がありまして、どの程度の匂いから、禁止されているのか。作法がいろいろ、定められているらしいです。おなら連盟のことはさておきまして、樹立尺 TV を放送していきます。今回も前回に続き、川柳など扱っていきますね。これをやる必要が出てきたのはですね、自由リサイクはですね、やっている人間の数が少なすぎるという大問題があります。定期配布よりもやっている人口が少なすぎるので、1年ぐらい経つとですね、もうめぼしい人には全員会ってしまって、昔の廃人にしてもですね、すごい数が少ないですんで、あっという間にですね、もう読むものがなくなってしまうという大問題があります。これをどのように補うのかということで、今回は、川柳もですけど、まず最初、キャッチコピーをですね、獣医最人だと思って見ていきましょうという世界です。これ私が常にやっています。獣医最人少なすぎるので、あらゆる企業、あらゆる商品のキャッチコピーですね。もしくは漫画の決め台詞。いわゆるああいう、ありとあらゆる、商業的な価値のある言葉ですね。魅力的な、商業価値のある言葉。それをもうライバルとして見ていくしかないと。で、そうして見ていくとですね、どこにいても、獣医サイクと同じような発想が見て取れて、で、刺激を受けて、活性化できると。ライバルがどこにでもいると。そうやって、楽しみながら訓練ができるというお話でございます。これは結構わかりやすくてすぐ入れる話ですね、今回は。キャッチコピーでその商品を全評価するということです。こうするとですね、キャッチコピーがいいから買うっていう発想でですね、街を歩くと面白いです。ブラブラ歩いて、映画とかも、アニメでも何でもいいですよ。キャッチコピーさえ良ければもうそれを見ると。そういう基準で生きていくと。そういうことですね。そういう生き方もいいということで。で、私がハマったキャッチコピーといえば、まず漫画の決め台詞。これ世代がバレますけど、例えばこの、まず蛇王、円冊、黒竜派とありますね。知ってる人、大体皆さん知ってるとは思うんですけど、幽遊白書ですね。の必殺技。この必殺技は未だに色褪せない魅力ですね。この、中二病の代表とされている、あれなんですけど、いかにも中学生が思いつきそうな言葉で、いかにもそんな感じで埋まってるんですけど、これがなぜか、これを超える必殺技はですね、名前考えられないんですね。蛇王、円冊、黒竜派と、3つ揃ってます。3つともなんかその いかにもな名前なんですけど、絶妙なセンスの良さで、なぜこれがこんな魅力的な名前になるのか、不思議なんですよね。で、蛇王、円冊。で、最後、黒竜派って打つんですけど、この3節、リズムがすごいいいですね。この3テンポを置いて、最後の黒竜派で、そのブラックな気持ちを全部出し切ると。大変見事なネーミングです。ということで、こんな風にキャッチコピーをですね、ライバルとして見ていくと。で、これを超える必殺技名を毎日考え続けるわけですね。悔しいから。もっといい名前つく。次の決め台詞。月に変わってお仕置きを。これも私の年代のセリフで。ヒーローものの決め台詞の中で、やっぱり一番いいような気がしますね。月に変わってお仕置きをと。お仕置きという言葉がヒーローに言われると、しかも可愛く見えると、これも絶妙にセンスいいです。これを超える決め台詞なかなか出てこないですね。次もやっぱり、この世代ですけど、同情するなら金をくれ。前回にも出てきたんですけど、これやっぱ強いです。今でも全然通用するということですね。で、この調子でキャッチコピー見ると。これやった。これも昔流行りましたね。青汁の、まずい、もう一杯。これもいいですね。まずい、もう一杯。朗読するとより、良さが伝わってきますね。なんていうか、青汁知らなくても、なんか気になりますね、これ。まずい、もう一杯と。で、これでやって、いいキャッチコピーに出会って、もっと悔しくなりましょう。この富樫先生はセリフがいいですね。ハンターハンターもいいのがいっぱいあるけど、このあいつわしより強くねえっていうのも、好きですね。
いいでしょう。で、あとはですね、この見てるだけって昔 CM でやりましたね。あの見てるだけと、これもやっぱりなんか強烈な個性だと言いますね。まあ、あの CM があるから強烈かもしれないんですけど、でも文字面で見てもやっぱりちょっと何やってるんだろうって気持ちになりますよね。ということです。で、あ、これ俺より強いやつに会いに行く、これもストリートファイターの決め台詞ということで、このキャッチコピーもやっぱりなんか今見てもやっぱり通用しますね。まあ、あの作品の良さが伝わってくると。次、100人乗っても大丈夫、これも定番のキャッチコピーということで、うん、まあ、やっぱこれもいいですよね。100人乗っても大丈夫、なんだろうっていうあの写真とセットなんですけど、まあでもやっぱり何回聞いてもいいキャッチコピーですね。で、次、うどん券、うん、これも成功してます。このうどんというひらがなが多分いいんでしょうね。うどん、なんかうなぎとかと一緒で、この文字自体がもううどんそのものを意味しているような、本当にうどんっぽい文字ですよね。で、それが県である、まあ、香川県という名前よりもうどん県と名乗るべきだと、まあ、誰もが納得した名前ということで、うん、すごいセンスがいい名前です。こういう風に解明することも楽しくなると思うんですよね。なんかすでにある地名とかもですね、好きな勝手に作り変えてもっといい名前にしてしまえば勝ってしまいますから、まあ、このうどん県なんかもう勝ってますよね。香川県よりもうどん県の方が勝ちという風になってきます。で、この調子で見ていきましょう。あ、キャッチコピーは一応これで終わったか。じゃあ次は川柳いきますね。川柳ちょっとやっぱ怒涛のように出てきてですね、ネットで調べたらもう狂ったように句が出てます。で、ちょっと選者になってみたんですけど、あまりに句が多すぎて正直疲れてきました。何百句並んでますんでね、何千句とまあ見れます。読み人知らずですね。まあ、こっちの体力が持たないです。体力勝負になってくるんですけど、まあ、でも川柳いいのが本当多いですんで、読んでる人口も多分自由立俳人の10倍以上いるのかな、読んでる人が。だから名作も10倍ぐらいあるということになりますね。まあそれだけでも、まあ、この乱入する価値はあります。で、よかった句いきますね。矛盾するような収集方向剤、うん、これもすごいいいこと言ってます。矛盾するような収集方向剤、収集する道具が匂いを出していると、うん、お見事です。で、次はサンプルが腐った色のレストラン、うん、確かにこれリアルなんですよね。古い街行くと必ずありますよね。埃が積もってもう日焼けした腐ったサンプル。でもなぜかなんかそういうとこにしかない良さありますよね。まあ、古くて何十年やってますっていう店の良さですね。なので食べたら案外美味しいと、そういうことです。で、ゲイバーで妻とそっくり酔いが覚め、うん、なんかリアルですよねこれも。うん、春の愛を連想させますね。芸能人でいうか、まあ、そんな感じですね。絶対に秘密、飛び交う昼休み、あ、これは非常に可愛い句ですね。まさしくこの小中学生の日常というか、絶対に秘密と言ってから言ったことはもう一瞬で広まると。でも何でしょうかね、もうどこの学校でもこれやってますよね。みんな絶対に秘密って言ってから、なぜ人間はみんなそれをやってしまうのか、すごい法則性ですけど、まあ、だからこれも一見可愛いだけで光景なんですけど、宇宙の法則みたいな感じですよね。絶対に秘密って言ってから秘密をばらすっていう人間の個性というか習性、それはちょっと 謎すぎる感じがしますね。まあ、こういうふうに深読みしたらですね、何でもないこともまあサイエンスになりますんで面白いです。質問をしたら寝ていたことがバレ、うん、これリアルですね。まあ、実体験ですね。もう私もよくやっちゃうので、まあ、そういうことはありますね。会議、特に春の会議、今会議が多いですけど、まさしくそれを表していると。勉強中、これがは子供のご印籠、うん、これも見事ですね。確かに誰も勝てないと、全員が頭を下げます。そうですね、これ相当名作かもしれないですね。多分なんか他のところでも見たことあるか、ちょっと名作すぎる。これは目は一重、顎二重に腹は見えと、うーん、すごい、ものすごい個性放ってますよ。この一重二重見えと、
3段着て、絶妙なこの、まあこれ写実細工ですね。あの正岡子規が唱えた、提唱した写実細工、絵が描けますね。でその浮かんでくるものが、まあ非常に不細工な人間であるとものすごい皮肉ですけど、でもこれ相当作品のレベルが高いです。あの完成形といったりでしょうかね、まあ、川柳のお手本の中の川柳のような、まあ、川柳の中の川柳と言ってよいでしょうね。これは、うん、絶賛します。まだ寝てる、帰ってみればもう寝てる、うん、これは何とも言えない、まあ、家族の夫婦でしょうね。これ明らかに、まあ、動物として見ている感じですね、もう完全に。まあずっと毎日会っちゃうからこうなんでしょうね。まあたまにしか会えなかったらこんな気持ちわかんないはずなんですけど、会いすぎると、次行きますね。で俺の方ばかり見ていう注意事項、これもやっぱりなんかすごい実体験、あでもなんかその気持ちが伝わってきますね。なんとも言えない、そうですね、俺ばかり見ている注意事項、うん、確かにさっきの会議の雲だけどなんかドキッとする点もありますね。次いきますね。損をした話は人に喜ばれ、うん、これもなんかすごいリアルですよね。やっぱ取っちゃいますね。こういうのもなんていうか不幸というかアンラッキーなことなんだけど、まあ苦にしてしまえばですね、そのアンラッキーさが消えるというか、まあ、借金を取り戻す感じですね。こういうのもそういう取り方あります。忘れ物してたまるか15回。うん、これすごいちょっと好きでした。よほどこれ悔しそうですよね。もう、見るかな。しかもこれエレベーターが案外使えない状態かもしれないです。なんか、そういうものが伝わってきますね。15回っていうのが、よほど取りに行くのに体力も根気も奪われると。うん、でも本当に気持ちわかります。似たようなことを体験しているので、まあ誰もがあるでしょうけど。待ち合わせ、ん？遠い人から順に来る、うん、これもすごい見事なこと言ってますね。まあ、誰もが薄々思ったことですね。これなんかなんとなく思ったことをズバリ言い当てたからちょっとかっこいいですよね。こういうのもみんなが薄々思ってたんですよ。こういうでもズバッと言ってるから、うん、かっこいい句ですね。これはどうでしょうか。まあ、川柳本当に人口が多いから、まあ、狂ったように出会えますね。今度はそうか、速読する手段を、まあ、速読にチャレンジとかいいかもしれないですね。1時間の間に何句を、まあ、句評というか選者できるかということですね。ただこれはものすごい疲れます。あの今日川柳やってみたんですけど、これ500くらい並んでましたんでね、500くらい読んだらもうくさくさになりますんで脳が相当疲れます。まあでも刺激は湧いてきます。創作意欲は湧いてくるところです。まあ皆さんも重力体育やってる人口が少ないという問題は、まあ、こういうふうにちょっと補ってみましょう。では今回の、重力体育 TV を終わります。